ご視聴ありがとうございます。予約屋の花澤です。今回は、予約について変更点がございますのでお知らせいたします。はい、ちょっとこちらにまとめました。まず大きく変わることとしまして、2019年の7月以降、7月から初めていらしたお客様は初回料として3000円をいただきます。6月の時点で7月分を取られていても、いらっしゃるのが7月になってましたら初回料3000円が発生いたします。そのことについては予約サイトの方でも明記しております。で、また予約サイトですけれども、レゼルバーで今受け付けておりますが、今までは30日まで、1ヶ月先まで取れるようになってたんですけれども、14日前からに変更いたします。なので新しいご予約を取るってなると、これから6月半ばまでは予約申請ができません。もうすでに6月の終わりまで、6月の後半までほぼ埋まってまして、ほとんどの方は基本的にはもう6月半ばまで予約申請も取れなくなると思います。1日マックスで3名ということにいたします。の営業時間内の中で3名です。で、うち新規の方は1名もしくは1組といたします。まあ、1組っていうのがどういうことかっていうと、ご夫婦とかでちょっと遠くから車で行くから、で夫婦2人とも受けたいんだとか、そういうような方でしたら1組といたしまして、まあ、お二人とも新規であっても、まあ、お二人でお取りすることが可能にはなりますが、基本的には1日のうちにご新規の方が入れるのは1名となります。で、初回の方は最長90分までのコースしかお取りできません。初回で120分とかはお取りできなくさせていただきました。で、リピーターの方や遠方の方などに関しましては、まあ、本当に予約サイト取りづらくなってると思いますので、 LINE アットとかメールをご利用ください。 LINE とかでご連絡いただければと思います。説明しますと、まあ本当に、ありがたいことなんですけれども、今月15日に予約サイトを開けたところ、非常にご予約が申請が殺到いたしまして、本当に一晩で80件とか入るような状況になってたんですね。で、まあ、それらのお断りにしても、まあ、予定の調整管理にしましても、まあ、新たなお客様取るっていうことはそれだけちょっとどんどん増えちゃうような状況だったので、やってみていて、なので、まあ、家のこともありますし、子供のこともありますし、まだ私もちょっと自分の体のこともありますので、いろいろ家族とも相談しまして、まあ、考えまして、ここに書いたようなことを決めさせていただきました。非常に受けたいっていう方が多いのはありがたいことですし、お断りするのは申し訳ないんですが、もう最初の段階で少し狭めることによって、一番は常連の方ですとか以前からお世話になっている方、リピーターの方を大事にしていきたい、お取りしやすいようにしたいっていうのがありまして、もう今営業時間も短いですので、割と本当に3名って言っても本当にまあ結構時間も一人お一人が割と長いのでギリギリになってるんですね。もう先に取ってしまっていて、営業がその通りにできなくなった時にいっぱい入っちゃってると
皆さんにたくさんにご迷惑をかけますし、自分でも対応しきれない可能性があるなっていうことで、ちょっと怖いなっていうのが思いましたので、これらの事項を、まあ、条件として追加させていただきました。ご理解ご協力いただけますようお願い申し上げます。ご視聴ありがとうございました。 See you.